日常にあるちょっと気になるもの、体験リポートで大調査するコーナー、気になる。今回の気になるで紹介するのはこちら、ダダン、マクドナルドです。1940年に設立後、現在では3万5000店舗を展開する世界最大のファーストフードチェーン店、マクドナルド。先月発表された1年以内に利用したファーストフード店ランキングではダントツの1位を記録しました。またマクドナルドでは働く人をクルーと呼んでいて、今回はそのクルーにも注目した知られざる豆知識をクイズ形式で調査していきます。ということで、聞けばうなってしまうようなマクドナルドの豆知識を、うなる、学んでいきましょう。私ね、はい、学生時代、はい、マクドナルドでアルバイト経験があるんです。アルバイト経験あるんですか？そうなんです。ちょっとずるくないですか？笑顔振りまいてました。余裕ですよ、この感じ。余裕で。今回2人がお邪魔しているのはマクドナルド羊ヶ丘通り清田店です。はい、目の前には3種類のハンバーガーがありますが、あります。ではここで第1問。この3つの中で蒸したバンズを使っているのはどれでしょう？蒸したバンズ、全部蒸してるんじゃないんですか、うん、バンズって。ちょっとわからんな。あれさっき、いや全然余裕ですと言ってましたね。バカにしてるでしょ。いやいや、もう答えは余裕だったのに。私あのカウンター業務だったので、あ、ちょっと裏のことわかんない。ホールか。ホールだったんだ。この形で言って、はい、空洞あるでしょ。これ空洞で、確かに箱だ。そう、保温してるんじゃないかなと。あと蒸してるのはフィレオフィッシュです。という2人の回答でしたが、正解はその通り、フィレオフィッシュでした。注文が入るとバンズをスチーマーに入れて10秒間ほど蒸します。そうすることでふわふわもちもちのバンズになり、魚介類との相性がいいそうです。もちもち、もちもち、ふわふわですよね。ふわふわ、これはスチーマー効果だね。ですね、注文してからスチームかけてくれるのすごい嬉しいですよね。嬉しいね。思ったんですけども、うん、マッククルーさんの制服かわいいですよね。かわいいよね。多分制服に憧れる人多いですよね、制服にね。すごいかわいいですよね。ではここで第2問。マクドナルドのクルーはなぜ半袖なのでしょうか？あ、確かに、なんででしょうか？あれそっち側。わかります。そちら側なんだ。なんか半袖の方が親近感湧く。いつでもウェルカム、気軽においでっていうのではあります。違うんだ、はい、違うか。ではスタジオの大成くん、なぜ半袖なのか10秒以内でお答えください。正解は手を肘まで洗うからです。お、三月さん、その通り。マクドナルドではクルーは爪先から肘まで丁寧な手洗いを徹底しているため、洗いやすい半袖を採用しているそうです。マックのアルバイト楽しいですよね。すごく楽しいです。楽しいですよね、はい、いろいろな世代のクルーがいるので、そういうたくさんの世代のクルーと働けることがすごい楽しく感じます。あ、確かに私も高校生の時、うん、先輩というか年上の方もいて、仲間意識みたいなのがね、ありますよね、はい、続いて第3問目はクルーの沼倉さんに関する問題。実は私〇〇リーダーなんですけど、〇〇とは何でしょうか？〇〇リーダー〇〇いや
いやもう、もうね、一般的だともうバイトリーダー、うん、ね、バイトリーダーじゃない、じゃなくでもマックだから、はい、おスマイルリーダー。うわ待って待って待って、言おうとした、言おうとした、食べてた、スマイルリーダー。残念ですがスマイルリーダーではありません。ではスタジオの有野さん、10秒以内でお答えください。正解はおもてなしリーダーです。おもてなしリーダー、おもてなしリーダー。おもてなしリーダーの具体的なお仕事内容っていうのはどんなことなんですか？お店に来ていただいたお客様に笑顔になっていただくためのお手伝いをすることです。携帯で注文されるお客様やご注文に迷われているお客様のサポートや、お子様とコミュニケーションを取ったりします。最近確かにモバイルオーダーとかもね、うん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 、あって、そういうのちょっと分かりづらいなっていう時に教えてあげたりとか。そうです。そうなんだ。あのお仕事のやりがいはどんなところに感じていますか？マクドナルドではいろいろな世代のお客様がいらっしゃるので、うん、たくさんの方と関わる機会があって、将来のための経験を積めることがすごくやりがいが感じます。分かりました。では僕らから任命させていただきます。おもてなしリーダー兼、はい、スマイルリーダーです。増えました、増えました。勝手にやめてください、勝手にやめてください。皆さん微妙な顔されてそんなのないぞそんなのありません、そんなにはないぞ、やめろみたいな